どうも大気の器チャンネルです。どうも大気の器チャンネル、皆さんクリスマスの次の日12月26日もう年末ですね。いかがお過ごしでしょうか。本日ね、久しぶりに大気の器チャンネル最近再放送でごまかしていましたけども、はい、年末になりですね、看板ができたりですね、国道沿いの、はい、看板ができたりですね、もうなんかちょっといろいろありましてですね、はい、あだこうだ言うて過ごしておりますけども、本日はですね、皆さん映画コーナーです。はい、映画コーナー、予告していた地球防衛軍ですので、この前にですね、ちょっと皆さんにご報告というかお伝えしておくことがございました。上のブログでも書いたというか、まあ今から書くんですけども、上のブログでも言いましたですね、あの U字工事が来まして、ごめんねごめんねーですよ、ごめんねごめんねーの、はい、U字工事の、はい、ツッコミの福田さんと、ボケのマスコさんがですね、旅番組のロケでですね、なんですか旅番組のロケで信楽に来ましてですね、ファンタスティックフェスティバルをぜひで取材したいというふうに言われまして、はい、ちょっと前、3、4日前かな、先週ですね、取材がございまして、はい、ちょっとその様子を上げています、書いてますんでね、ぜひですね、はい、U字工事さん、お二人ともものすごくいい人でした。NHK の衛星放送で、旅番組で、来年の1月の終わりから2月ぐらいにかけて、どっかで放送されるらしいんで、またね、まだ放送日決まったら教えますって言われたんでね、そしたら連絡させてもらいますんで、はい、ぜひですね、U字工事とですね、ファンタスティックフェスティバルの、出展者面々が絡む映像をですね、カットされてなければ、はい、伝えたいと思います。それでですね、U字工事さん、はい、福田さんがね、すごくいい人でして、ツッコミの方ですよ、ツッコミの方、はい、ごめんねごめんねじゃない方ですね、すごくいい方でしてですね、ミオくんがいまして、ミオくんがですね、その時ですね、ちょっと爬虫類陶芸家のミオくんも一緒にいたんですけど、ちょっとその日ミオくんね、ちょっとなんていうんですか、ちょっとラッパーみたいな格好で、ちょっとなんですか、ちょっと普段と違うやないかと、お前のテレビ思いっきり意識しとるやないかと思ったんですけど、ちょっとでそれも意識の仕方もラッパーみたいな格好をしてですね、こう現れまして、でまあ U字工事さんがですね、出てくる、これ素人、はい、ちょっと緊張をほぐすためにちょっと喋るんですよ。で、あ、埼玉のラッパー、みおくんは埼玉出身ですから、あ、埼玉のラッパーですねっていうふうにこう言われてたわけです。で、みおくんが、あ、そうなんです、で、これ大輝さんにも言われるんですって言って、そしたら福田さんがこっち見てですね、あれ、埼玉のラッパー見たんですか、よかったですよね、埼玉のラッパーっていうふうに言われたんですけどね。で、僕その時、あ、よかったですねっていう、まあ、生返事というか、埼玉のラッパー映画知ってるんで、あ、よかったですね、面白かったですねっていう風な生返事をしたらですね、その福田さんがですね、あそこが良かったとか、あの出演者が良かったとか、あれどうでしたかみたいなことをぐっと、来られたんですね。で、僕その、埼玉のラッパー、ね、見たことないんですよもうほんま軽く、なんていうか、そこでなんか、話の流れを途切れさせたらあかんと思って、あ、いい映画ですよねみたいな感じで言ったんですけども、はい、僕実はその福田さん、U字工事の福田さん、すみません、僕埼玉のラッパー見たことありません、ですからあの時の質問は何一つ意味が分かりませんでした、申し訳ないです、はい、謝っておきます。というわけでね、そんな変な空気になった話も終わったところで、今日はですね、予告通りいきます。地球防衛軍です。来ましたね、もうね、いやー素晴らしい、1957年ですよ、57年の作品です、はい、この前からですね、特撮チャンネル振り返り、ね、ゴジラシリーズ振り返りということで、ゴジラの逆襲、そして空の大怪獣ラドンといきました、はい、ラドンの次で、まあ、ラドン、ゴジラの逆襲から、ゴジラシリーズはキングコング対ゴジラまで7年間、はい、ゴジラシリーズ的にはちょっとブランクがあるんですね。その間にでも、じゃあなんか何もなかったのかって言ったらとんでもなくて、その間にも特撮作品というのは、東宝特撮っていうのはガンガン作られてるわけですよ、はい、でそのまあまあその中でですね、まあその合間にちょっと見るべき映画というか、合間にこれを感想を言わずしてゴジラに繋がらないという作品を7本から本選ばせてもらったんですけども、まあ、それがラドンであり、で年代別から言うと、今日は今回これラドンの次、地球防衛軍です、はい、昭和57年ということは、3年後ですから、ゴジラ公開から3年後ですから、はい、32年、昭和32年の作品ですよ。いやーすごいです、まあ、よく見てください、はい、モゲラがいますで、ね、はい、これがね、まあ、ミステリアン遊星人っていうんですけど、はい、
ですね、これはですね、実はですね、はい、今まで東方特撮、東方ゴジラシリーズからですね、まあ、怪獣ものっていうのがこう続いてくるんですけども、この地球防衛軍っていうのは厳密に、あ、厳密に、まあ、怪獣シリーズ、怪獣映画ではないんです。じゃあ何映画か、これって何映画なのと、ね、皆さん、これはですね、宇宙人がですね、地球を襲ってくるっていう映画なんですよ。だから地球防衛軍なんです。はい、劇中にもあります。地球の全員が、全政府が協力して、宇宙人、これミステリアン遊星人っていう宇宙人なんですけども、この宇宙人を退治しようという、この宇宙人の侵略を阻止しようと言って、こういう、まあ阻止もあるんですけど、はい、これを、これが昭和32年ですね、32年の作品です。昭和32年、1957年、50年代の中盤から後半にかけて、とんでもないテーマを一本丸々映画にしようっていう、まあ言うたらそれだけの、制作するなんていうんですか、バックボーンが日本映画界にはあったわけですね。超大作です。超大作で封切られてます。はい、まあ言うたらインディペンデンスデーですよ。インディペンデンスデーを日本で撮ってたみたいな話なんですよ。まあまあ、でこの50年代後半から、まあ、そのまあキングコング対ゴジラが62年かに公開されるぐらいが、日本映画界のまあ黄金期なんですね。すいません、失礼します。でこの黄金期なんで、SF 映画とかのジャンルにおいても、まあ、言うたら今ハリウッドで撮ってるような内容のものを日本映画で撮ろうやっていうのを全然やってるんです。まずそれぐらい、まあ言うたら映画っていうものに力があった、映画っていうのにお金が集まってた時代の作品です。でこの地球防衛軍ですね、これね、またいいんですよ。話的にはね、まあ、このミステリアン遊星人っていうやつがね、あ、でもだから最初これよ、まずね、でもね、じゃあなんていうのかな、まず何がいいってね、あれなんですよ、めちゃくちゃ土着な感じなんですよ。日本と、ね、まずオープニングシーンが、まず宇宙人が攻めてきて、超兵器で地球が全部、地球人の力を合わせて地球防衛軍っていうのを作って、みんなで対抗しようっていう映画のオープニングシーンが、どんなシーンだと思いますか。オープニングシーン、まあオープニングシーンはあれか、人工衛星か、まあソ連のね、スプートニクとかを、スプートニク号で日本初の人工衛星ガガーリンですよ、地球は青かったとか言ってた時代の映画なんです。まだ月、人類は月に行ってません。人類が月に行くのは、60年代後半でしょ、68年とか9年です。アポロで人類が月に到着するのはそれぐらいです。それより10年前の映画です。人類がまだ宇宙に行くか行かないかの時代の映画です。で、まあ、宇宙、ちょっとまあ話ありましょう。宇宙侵略ものっていうのはもう映画黎明期の頃から SF 映画、まあ大体、まあ、あるんですよ。大体映画で初めてのストーリー映画言ったら、ルミエンテル、兄弟が作って、いろんなものを映してた。まずね、最初映画ってできた時にいろんなものをね、いろんな日常のシーンを映してたんですよ、ガーッと。で汽車じゃ、SL がガーッ走ってくるとか、工場とかの表とかを映って人が動く、それだけでものすごいお客さんが来た、酒場とかで上映してたわけですよ、フランスのパリかいな、ね、それでまあ、それでもう言うたら写真が現実に見たものが動くっていうこと自体がもう映画の、もうそれはもうすごいもんがあるっていう時代があるわけですね、1800年代の半ばぐらいに。で、まあ、最初はその先は電車とか工場とかその風景とか映してて、それでもいっぱいお客さん来てたけども、まあ、じゃあまず演劇を映すんですよ。当時の娯楽といえば映像メディアのない時代ですから、娯楽といえば演劇なんです。演劇、舞台の上で見る演劇、日本では歌舞伎やし、向こうで言ったらアメリカとかヨーロッパで言ったら演劇ですよね。その演劇をまず映すようになるんです。で演劇を映して儲けようぜってやつが出てきて、その次にじゃあ舞台だけ映すんじゃなくて、いろいろと自分らで作ってカメラとかをこう持って行って演技させて、なんかストーリーみたいな作れんちゃうんっていう風になるんですよ。でそうやって、まあ、映画のストーリー、映画っていうのができてくるんですけども、その時映画で一番最初、映画史で一番最初に作られた物語、ストーリー映画っていうのが月世界旅行って、もう言ったら SF なんですよ。 SF
ごめんなさい、あ、これ確か最初やったと思った、一番最初やったと思った、映像学科に通ってたのにそんなことも知らないってね、恥ずかしいですけど、月世界旅行っていう、ボーンって大砲でね、日本地球から、日本じゃ地球から大砲を撃たれて月に到着するっていう映画なんです。だからもともと映画っていうのはもともとそのもうストーリー映画を作ろうって言った時に、まあもう言うたら現実世界では起こらないサイエンスフィクション、なんですか、空想科学ですよ、科学的な、空想の科学的なものを表現しようっていうのがもうもともと映画のその発展の中、発展の最初のところにあるわけですね。で、もう言うたらアメリカ、ハリウッドにはもう当時ありました。でちょっと時間を問いますけども、戦前ぐらいから戦後にかけて、戦後すぐにかけてもう宇宙戦争とかね、もうあったんだ、あったし、持ってた白黒の時に円盤がアメリカを、その円盤、宇宙人が円盤の時にアメリカを襲うって映画たくさんあったんですよ。でも日本ではね、日本、まあ、だから宇宙人東京に現るとかがまあ最初なんでしょうけども、本格的な、まあ、何をもって本格的なんていう話なんですけども、まあ言うたらちょっと宇宙人東京に現るはね、まあ、ちょっとまあね、ちょっとアート的なね、まあ、まだね、そのいろいろまだね、何て言うんですか、フォーマット決まってないみたいなところあるんですけど、ほんまに空想科学してなんかメカとか出てきて、今僕たちが思うっていうもの、大元の地球侵略、宇宙人の地球侵略ジャンルみたいなのの初めての映画なんですよ、地球防衛軍っていうのが、多分対策としてちゃんとして封切られたっていうのが、だから これ以前には本とかでしかないわけですよ、本小説、 SF 小説、子供たちは SF 小説でしか見てない、テレビもありませんからね。1957年ですからテレビ放送始まってますけど、まだ普及はしてません、普及する時ですね。でこれ映像メディアとしてこれ初めて、前言ったらこういった、宇宙人が侵略してきて、それを迎え撃つ地球人の化学兵器とか地球人の勇気みたいなのを描いた作品なんです。でまあ、これがまあまだだって50年前ですよ、50年ちょっとぐらい前かで、正直ですね、なかなか完成度がバカ高いんですよ、この地球防衛軍って。いやすごいんだ、だまあだからね、60年代以降ぐらいからこんな本格的な文芸作品とか、ちょっと SF の SF 文芸みたいなんで、何て言うんですか、トリック的に撮るっていう SF 映画ってのはいくらでもあるんですけども、真正面から撮った映画なんてあれ以降ないんですよ、日本映画界で。でこの地球防衛軍って実はね、リメイク、河北浩一さんが大好きやったんですって。で平成ゴジラシリーズやってる時にリメイクをしようで何回も企画出してたらしいんですよ、けどもなかなか通らなかった、まあ、結局日の目見なかったらしいんですけど、ぜひ見たかったですね。なんか主人公をそれこそ高島兄弟のお兄ちゃんとか、お兄ちゃんが弟さんでやるみたいな話だったらしいですね。まあ、解説しましょう。でこのミステリアン遊星人っていうやつがね、でその話のね始まるとこ、まず、まあ、スプートニックが打ち上げたとかに多分ねちょっとまあ寄ってると思うんですよ、人工衛星が宇宙にあってっていう、そこから宇宙人が、あれ人工衛星から宇宙人の円盤やったっけとりあえずあって、まあ、そこから地球防衛軍言うて始まるんですよ。でその次これがそれ盆踊りから始まるんですよ、タイトルの次のシーンが盆踊りなんですよ。その盆踊りもねまたね豪華なんですよ、当時森永キャラメルがねたまるタイアップなんですよね、豪華なんですよ、もうある片田舎の多分どっか片田舎の町の村の盆踊りの会場から始まって、でそこに平田明子と佐原健二とその、白川由美と河内桃子がねなんかちょっと付き合う付き合わへんみたいなシーンから始まるんですよ。これ白川由美さんっていうのは、はい、あれですね、そうですよね、二谷秀明さんの嫁さんになる人ですよね、白川由美さんってね、大スターですよね、この前言いましたよね、この前ラドン、まあ、ラドンからの続きなんですよ、白川由美さんって、この前これも言いましたよね、あれです、郷秀樹の義理の母になる方です、郷秀樹じゃ郷ひろみの義理の母になる方です、白川由美さんね、はい。で、なんかその何ですか、ちょっと好きだ嫌いだみたいなとこからっていう、なんか千葉みたいな、千葉話みたいなとこから始まるんですけども、そこで、その平田明彦っていうね科学者、平田明彦さんもずっと科学者をね、もうこの頃科学者ばっかりしてるんですね、科学者がねなんかこう落ち込んでるんですよ。で何ていうんですか、
盆踊り行ってパッとしようぜみたいな、コンパしようぜみたいな感じなとこから始まるんですけど、でもそこからぐわーっとね、その山火事、山林火災が起こって、でもそこで、平田ディゴはその山林火災の中でこうやめるんだとか行くんじゃないって言って行方不明になったみたいなとこから話進むんです。でまあ紆余曲折あって、平田ディゴの地球側の科学者が宇宙人にオルグされてたんですよ。宇宙人の研究してるんです。ミステリアン遊星人の、まあまあそのアステロイドベルトとかあるんですが、まあ、その研究してて、なんであいつふさぎ込んでるなって思ってたら、こいつオルグされちゃう、平田明彦ね、オルグされちゃってるんですよ。でその宇宙人を演じてるのが土屋義雄さんですわね。今年も亡くなりになりました、はい、あの日本で初めてこれ宇宙人を演じた役者なんじゃないかっていうふうに言われてるこの平田明彦さん、あ、平田じゃない、土屋義雄さんなんですけども、これがその作品なんじゃないかと言われてるんですね。でまあ、オルグされてて、その、言うたらミステリアン遊星人っていう宇宙人側の方に地球人の科学者としてこう引っ張り込まれるわけですよ。で、あの地球人にメッセージを送るわけですよね。である日、あの言うたら富士の裾の、まあ、これ特撮映画、特に60年代にかけての特撮映画って必ず富士の裾野で決戦するんですけど、まあ、それの走りになった作品ですので、まあ、その富士の裾野で、あの我々に土地をよこせと、我々の星はもう滅びたと、土地をよこせって言うんですよ。この半径何メートル何キロぐらいの土地をよこせ。そしてもう一つ、これがね、やっぱなかなかね、脚本ストーリーとしてただ特撮がすごいっていうだけの映画じゃなくて、あ、なかなか物語としてストーリーとして、あの SF 的な、50年前の SF 的として、 SF の要素として、あの非常に新進的だ、あの先鋭的というか攻めてるなと思うのが、あと我々の種族を残すと、我々は種族を残さなければいけない。で、それミステリアン遊星、ミステリアン星にはもう種族がいないんだと。だから地球上の若い女性を我々と結婚させるって言うんですよ。で、女性をよこせって言うんです。なんともこれ、平田明彦ね、そっちに願えるわけですよ、女をよこせと我々ので、これはで世のね、地球の男どもはこれはたまったもんじゃねえって言って、まあまあ言うたらこのミステリアンと戦争になる。で、その戦争シーンとか戦闘シーンをじっくりと円谷特撮で見せるっていう話なんですね。で、まあ最後、まあまあ、なんですか、平田明彦がやっぱりこんなことはダメだって言って、こういろいろストーリーあるんですけども、ぜひですね、なんですか、まあまあ、結構ドキッとするようなことをね、やっぱり宇宙人であり、なんていうか、創世、宇宙人のその目的がね、その種の繁栄を、我々の種の繁栄をさせるために、我々にはもういなくなった女性を、その地球人の女性をこっちによこせっていうね、なかなかなんていうんですか、SF のなんですか、その、侵略する目的としてね、なんか面白いところを着眼してるなっていうふうに思うんですよ。ないでしょ、その以降ね、あんまないと思うんですよね。で、ですね、でこれね、まだそのこのミステリアンのですね、ミステリアン遊星人が、じゃあその、まあ、科学力がものすごい発達してるわけですよね。言うたら宇宙から来るわけやから。けども、ね、その攻撃をするところね、地球を攻めるところが、ね、全部田舎っていうね全部田舎しか攻めないんですよ。この、見てください、これモゲラ、はい、これミステリアン遊星人の、兵器です。ロボット兵器なんですよ。よく見てください。はい。ものすごいなんか土木チックな兵器ですよね。お前ら、こっちは人類ですから、こっちはその地球防衛軍の方の、兵器ですから。はい。ね、これどうやって、どういう理論で飛んどんねんって思うんですけども、気球みたいに飛ぶんですけども、はい、こっちはミステリアンが、はい、こう土木ロボットも兼ねてね、こいつこれやってくるんですけどもね、これがね、このモゲラがね、いいんで、モゲラがめちゃくちゃいいんですよ、ほんまに。最初、ガッとモゲラが出てくるんですよ。でね、田舎を襲うんですよ、ほんまに。何々町とか言って、田舎が襲ってくるんですよ、田舎を。で、そこの、ミニチュアですよね。から作品、これから作品です。そこのミニチュア、そう言うたら平屋建て、平屋2階建ての言うたら、ま、田舎の町並みを、町中をこのミステリアンが目から開口線を発しながら襲ってくるわけですよ。で、木造住宅がぐわー燃えるんですよ。で、そこを、あれは白川由美の方やったと思うんだけどな、お風呂入ってるんですよ。これどっちかやったら白川由美か川内桃子がお風呂入ってるんですよ。
お風呂入ってて、そのお風呂の窓からモゲラが見えてキャーって言うんですけども、まあそこの、ミニチュアのワーク、ミニチュアワークですよね、ミニチュアワークといい、その、なんていうんですか、そのスケール感がやっぱりちょっとね、うん、もう円谷英二さんすごい仕事してるなっていう、すごい、あのね、なんていうか、味っていうと失礼なのかもしれないですけども、もうすごい素晴らしい SFX、 ミニチュア SFX を見せてくれるんです。やっぱもうミニチュアをやっぱり扱わすということにおいては、やっぱり多分今の時点でも円谷英二さんで世界一やったとは思うんですよね、その映像。まあ、で、それはありますよ、それは、なんで宇宙人そんな田舎を襲うねんみたいなね。なんでその、木造平屋2階建てのところを、ね、木造平屋しかないような、その街中、街の片隅みたいなところを襲うねんとか。で、このモゲラさんはですね、鉄橋を襲うときに、爆弾、押しかけられてですね、それでガーンとこけて、そこから動けなくなって倒れてしまってる。結構お前あれやなと、宇宙人の技術にしては結構お前簡単に動かんようになんねんなみたいなことあるんですけど、ね、あとですね、これはね、なんていうか、ちょっと消防団とかしてたらあれですけど、昔のね、ポンプが見えます。昔のなんていうんですか、ギッカンドッタン吹いてこう水を出すっていうポンプをね、堪能できます。もうね、火災が出たね、消すぞーって、で街の消防隊とか消防団みたいなのが出てくるんですよ。で、こんな当時こんなん使ってねなっていうのをね、すごく堪能できる。いわゆるね、消防映画としてもですね、非常にね、この放水映画としてもなかなかのやはり地球防衛軍見どころがございます。でまあね、あと他ね、そうですね、まあ、このいろいろあるんですよ。小松崎しげるさんのメカデザインっていうね、小松崎しげるさんっていう、その小松崎しげるさんの説明やめようか。言うたところでなかなか話、まあ、小松崎しげるっていう、画家さんがいるんです。この画家さんでプラモデルの箱絵とかを描いてて、もっとその時代、戦後からその30年代にかけて、少年誌に、まあ、言うたらこういう長兵器の絵とかを描くので、一番日本で有名な画家さんやったんですよ。で、まあ、もともと日本画家の修了してはったんですけども、あまりにもそういうロボットとかばっかり描きすぎて師匠からクビになったっていう人なんですけど、小松崎しげる先生が、まあ、言うたらストーリーボードで、円谷英二さんがその世界観がやっぱりものすごい素晴らしいっていうんで、一緒に仕事しましょうっていう話になった記念碑的な映画なんです。この後海底軍艦ともされるんですけども、で、やっぱりね、この作品まではね、何ていうかな、東方特撮でいうと兵器っていうのは備えにクローズアップされなかったんですよ。で、怪獣なんですよ。怪獣であり、まあ、ミニチュアワークもすごい言うたけども、何ですか、街、破壊される街であったりとかっていうところやったんですけども、この作品で言うたらメカワークですよね。スターウォーズで言うたらミレニアムファルコンとか、ああいう感じですよね。X ウィングとかじゃなくて、このメカワークを見てくると、マーカライトファープもこのパラパラアンテナで攻撃するっていうのを初めて出ます。で、それが、もう変態的緻密さで、これでもかっていうぐらい描かれてます。最後富士の裾野で決戦になるんです。ミステリアン遊星人の軍隊と兵器と、このモグラとも出てくるんですけど、地球防衛軍で戦うんですけども、変態的です。もうキャタピラの動き方から、その兵器の何ですか、光学合成から、ゲップが出るぐらいで、宇宙のね、あれアルファ号かいな、ゲップが出るぐらい堪能できます。見ててお腹いっぱいです。今見てもむしろ今だからこそ見てほしいです。もうああいう何ですか、模型を使ってですよね、ミニチュアですよね、ミニチュアの模型を使って、もうああいった戦争とか戦闘の表現ってもうね、多分ないと思うんですよ。もうこれ以後は、もうこれからは先は、もう特に絶対見れないと思うんです。だから全部本物ですからね、実際にあるもんをカメラとカメラのスピードとシャッターのスピードと
あとアナログの光学合成で全部表現してるんで、あの異常な現異常ななんていうの現実感ともちょっと違うんだけども、あれがね、いやああいうあの雰囲気っていうのは僕なんかたまんないんですけど、あれ最近の子に言わすとおもちゃで遊んでるんですかみたいなことを言うらしいですね。昔の、ね、70年代とかの特撮見したら、あれこんなんあのその時はみんな本気で見てたんですかみたいな感じになるんですって。でもそんなこと考えたこともないからね、ぜひねやっぱりちょっとあの見てほしいですね。で話的にね、まあ、あと話的に言うと本田石郎監督なんですけど、本田石郎監督っていうのが、まあ、初めてこの宇宙もん撮るんですけど、本田石郎監督って、ね、基本的にこれからね、この次僕宇宙大戦争をやります。宇宙大この続編、地球防衛軍の続編って言われてる宇宙大戦争、まあ、ちょっと厳密に言うと続編ではないんですけども、宇宙大戦争っていうのがあるんですよ。まあ言うたら繋がってる話は、繋がってもいいのか、宇宙大戦争と地球防衛軍が。でもまあ同じ系統の作品があるんですよ。で、まあ、基本的にでも円谷英二さん、本田石郎さんっていうのは科学っていうものに対してものすごい関心を持ってあったというか、当時ですからね、60年前ですから、科学っていうものに対してやはり明るい未来っていうのをすごい絵が描くというか、人に強い思いを持ってはった方で、基本的にこの地球防衛軍にしろ、宇宙大戦争にしろ、妖精ゴラスにしろ、地球規模の危機が訪れた時に人類の勇気と科学で対抗しようっていうストーリーをずっと作りはるんですよ。スケールかなり大きい人ですよね。非常に心が通って、非常にだからね、地球人側の動きとかその一つ一つの動作とかに関して心がねすごい通ってるんですよ。このやっぱこれ地球防衛軍からね、だからそれがちょっとね、ちょっとやっぱ今あるの言うたハリウッドの言うたらそういう SF パニック体制、まあ一括りにはできないですけど、ちょっと違う、やっぱりねなんかねすごい日本的な、なんか日本的に言うたらちょっと言葉が全体的すぎますけども、非常にねほんわかじゃないけど、あったかい作品になってると僕は思います、本田さんの作品っていうのは。でもちろんその科学進行とか科学信奉者ってわけじゃないんですよ。これがまたすごい話で、本田石郎さんっていうのは、まあ、ゴジラ自体がね反科学みたいな、科学のアンチテーゼみたいな作品なんですよ、ゴジラ第一作っていうのは。でも、まあ、ここら辺で結構科学っていうものに対して全部だ科学の良さと、このミステリアンみたいなその科学を発達しすぎて言うたら滅んでいく悪いやつっていうのも必ず描いてて、その頂点がフランケンシュタインシリーズやと思うんですよ。フランケンシュタイン対バラゴンとでサンダー対ガイラ、あの2作品がやっぱり本田石郎さんが、科学ですよね。科学っていうものに対して、言うたらいろんな側面がある、負の側面もあるしプラスの側面もある、生命倫理まで踏み込んでるんですよ、50年前にね。でやっぱまあそういうものがやっぱり見れますよね。特に地球防衛軍あたりからやっぱすごいそういったものがね、僕は出してきてはるなとは思うんです。ラドンまではね、なんていうんですか、まだねやっぱり面白いんです。ラドンまではまだその正確に言うとパニックを、精密に真摯に描写するっていう段階やと思うんですよ。でもこの地球防衛軍あたりから思想みたいなものがすごい出てきてるんじゃないのかなっていうふうに思う。まあでもゴジラ第一作自体がですね、まあ言うたらまあそうですね、これの表このあれはそうやね、あんまり追ってないねゴジラ第一作がもうやはり基本的には非常に作家性の高い作品ですんで、だからもう地球防衛軍でも言うたらミステリアンの描き方とかがやっぱりすごい、なんていうんですかね、一筋縄じゃないです。深いっていう言葉ダメだな。いろんな側面が描かれるような単純な悪者としては全く描かれてないです。これが基本的にこう続いていきます。地球防衛軍。まあでもね、ぜひですね、東方の、なんですか、宇宙侵略ものですね。はい。この後ゴジラにも宇宙侵略ものが、ゴジラシリーズにもこっちからの流れで地球防衛軍、宇宙大戦争とかいう流れで宇宙人の侵略ものっていうのが融合していくんです。ゴジラの、ね、60年代に入っていくと、はい、でこの後もですね、そういったところもですね、呪文を追ってですね、解説したいと思います。次回は、多分宇宙大戦争をやります。はい、地球防衛軍でした。これブルーレイ未だに私は見れません。はい、というわけで、はい、今日はこれでおしまいです。おしまいですけどもですね、少しですね、
ホームページのホームページと、ギャラリーおよび見本市の情報をここでですね、ちょっと言わせていただきたいと思います。はい、大気の器、はい、大気の器ホームページ、はい、このブログが掲載されているホームページでお買い上げのお客様、年内は12月28日まで、発送業務いたします。はい、そしてですね、年明け新年2018年は1月5日より、ホームページの発送業務および、メールの返信などのホームページ業務をいたします。29日の金曜日から1月4日の木曜日までは、ウェブ関係に、ウェブ関係大気の器ウェブショップ関係は、メールの、返送業務および発送業務含めて全てお休みさせていただきます。はい、ご了承お願いします。28日まではメール返送したり、在庫があった場合は発送で5日以降ね、同じことさせてもらいます。その間は休みます。で、はい、で次ですね、1月8日月曜日、祝日の月曜日ですね、問屋さん、しがらきの問屋さん、すいません、見ている問屋さん、すいません、見本市今年させてもらいます。はい、2年ぶり1月8日の月曜日は、祝日の月曜日、成人の日はね、大気の器の、事務所で、坪八事務所で、見本市させていただきます。たくさんの方どうぞ来てください、お願いします。そしてですね、大気の器、水金窟ギャラリーの方はですね、1月13、14の土日の週末から、営業させていただきたいと思います。はい、これホームページとかあと、ブログにも、はい、書いておきますんで、ぜひ、ご覧ください。一応ここでこのままですね、発送させていただいて、このままで発表をさせていただきたいと思います。1月7日は出初め式です。はい、出初め式と新年会、今年は何人来るんでしょう。はい、というわけで、それではですね、本日は U字工事が来た、そして地球防衛が、そして、ホームページおよび大気の器ギャラリーおよび見本市いつするんだということをお伝えさせてもらいました。それでは皆さん、本日はお別れしたいと思います。どうも今日はありがとうございました。さようなら、バイバイ。